どうもお久しぶりでございます。宝塚記念以来でしょうか、また始まっちゃいました。 G1 シーズンがスプリンターズステークスですよ。思い出しますね、去年13番人気のスノードラゴンに果敢に20丸鮮明に蘇ってきます。この予想ですか、今も新しいシーズン入りましたけれども、前のシーズン的中ゼロ。まあそんなことはさておいてね、早速予想に入りましょうか。まあベルカントですかね、連勝で武豊さん、もうあの競馬界のスターですから決めそうなんだよな、やる人なんですあの方は。でも本命は違います。本命ミッキーアイルね、今春の高松宮記念3着、もともとねずっとマイル使ってきましたけども、やっぱり折り合い面っていうところではねちょっと難がある馬なので、あんまりね折り合いに影響のない 1200m、 こういうところがねぴったり合うんでしょう。そういうふうにちょっと G1 でもね結果を出してますんで、まあ久々ですけど頑張ってくれるんじゃないかな。対抗にねストレートガール、まあ、これはね自力上位です。はい、黒三角 T ハーフ、中山ねなかなか追い込みって決まらないと思うんですけど、今やったら、まあ、勝つとは言わないけれども2着3着はあるんちゃうかなっていう思わせるような、そんな素晴らしい足を使うので、これはちょっとマークしておいた方がいいかなと思います。そういった意味では、まあ、白三角のトップに持ってきましたけど、浮世の風、これもいい足使いましたからね最後。まああとね仕事に岩田が乗る売り売り、そして穴で杉の縁では、それとねトライアルのセントールステークス10番人気で逃げ切ってくれたアクティブミノル、本命でしたこれね。これがもう一回ちょっと夢を見せてくれるんじゃないかなと、そんな期待も込めて印を回しました。ということはですね、まあベルカント印ないですよね、白山ムーン、レッドオーバル、そして香港馬リッチタペストリー、切ります。いいのかな切って当たるかな